チャーミーさん、パタキチさん、シゲさん、クワドリさん、朝顔ありがとうございます。夏いね、ありがとうございます。ちょっと待ってマウスピース取り忘れた。マウスピースを取って、はい、話します。クロさん、津田博文さん、ミヤヒーさん、ハートありがとうございます。ナシュさん、おはよう。アオさん、こんばんリコチ、こんばんコリー。小沢さん、ミヤヒーさん、ハート100個ありがとう。ももちさん、ズーさん、ナリキンさん、シャーシャオサさん、お仕事終わって帰りました、お疲れ様、お帰りなさい。ウェンシーさん、タックン、トマーキーさん、ストポンさん、ベイアンさん、カレンさん、ロッテリア、島根店さん、シンヤさん、ゼロさん、ボッチさん、パセリア食べる派ですさん、チムさん、こんばんは。皆さんお元気でしたか？昨日、おとといマスクで配信したけど、今日は顔の下半身を出していきたいと思います。下半身出すって言ったらなんかちょっと語弊あるけど、顔なんで。キョンさん、ヨグさん、ユウさん、サンちゃん、チョロちゃん、ザッキーさん、これは明日は着ようと思って、もうお風呂入ったからさ、明日着ようと思ってこれにしました、お洋服。パセリちゃんのメール取り始めました、ありがとうございます。もうちょっと今少ない期間なので申し訳ない、ちょっと少し時間が空いたら送るようにはしてるんですけど、なかなか今日は膝を送りました。今日たくさん来た？本当？私何送ったかな。あ、スーさんお誕生日おめでとうございます。せーの、ヒラリーハットさん、ウッチーさん、こんばんは。画面の調子がいいとかじゃなくて、普通にお風呂に入ったから、あのお風呂入って化粧をしました。あの目だけ目だけね、クマと目だけ。ホルモン、あ、ホルモンとハラミと膝、ミヤヒーさん、かわいい、ミコありがとうございます。パセリの膝枕特典会、会場はこちらです。クレセイジンさん、こんばんは。滝野さん、豆腐そうめん食べてるんだ、やった、嬉しい。滝野さんはまだ2回しかお話ししたことないから、パセリのこと知ってるかな。あ、そういえば昨日のももちゃんの配信見たよ。パセリって呼んでた、本当に呼び捨てしてくれてて嬉しかった。あと今日リコチがまたパセリの話をしたらしい、ショールームで。ヒカルくん、お疲れ、ありがとう。ヒロさん、こんばんは。あ、焼肉の話か。豆腐さん、あ、モグラも送った。ダルさん、こんばんは。アイスレモンさん、こんばん。リコチ唇の色、え、わからん、人の唇をあんまり見ないかも。ペロさん、ジョータローさん、こんばんは。あやパセリサンド、あ、見た、めっちゃパセリの主張強くないですか。知ってるかな。ゆうさん、夏いね、ありがとう。阿部ちゃん、こんばんは。ハラミ同盟、いや、あの違うんですよ、私はハラミは初めて食べたんです。今日食べたきっかけが、その配信を見てちょっと同じ胃袋になってみたいなと思って買ったんですよ。
ステファンタジー、なんか指原さんのツイートを見たんですけど、あれ稲穂焼きに似てますね。なんだったっけ、大分のやつ。今日パセコが夢に出てきた。おお、これはついにおしましの時かな。トリちゃんこんばんは。リコチパセリのことずっと好きで続ける。うーん、嬉しい。どうしても美味しいけん食べてほしい。でも付属のつゆがねちょっと濃いめだから、なんだろう、ちょっと自分で薄めるとか工夫した方がいいかも。つゆなしでカロリー抑えて食べるとか、なんかおかずを乗せるとか、ハラミ乗せたりするとか。あ、夢の話も送ったね今日。マッチョさんこんばんは。久しぶりに手紙を、あ、本当だ、久しぶりですね。楽しみにしておきます。楽しみにしてますよいつも。くぼっちさんこんばんは。パセリは食べる派です。あ、ついね、2個ありがとうございます。今日遅めやね。そうです、今日はねちょっと練習を10時までしてたんです。ハラミってホルモンなん知らなかった。メールの返信で知った。ヒラリンハットさん、だるま10個ありがとうございます。リンコちゃんはパセリお姉さんです。え、嘘、リンコちゃん、あんまりそんなこと話したことないよ。お姉さん感を出したこともない、リンコちゃんに。わらやとかさんこんばんは。パセリの美味しいですよね。あのね、ココアさんの配信でねパセリ食べましたって書きたかったんですよ今日。けどなんか今日はいろいろカラオケとかされてたから、あのコメントしなかった。ハラミ美味しかったけど、なんかカロリーを気にしちゃった、塩分と。ひなみのママさん、レインボーさんこんばんは。たなちゅうさんこんばんは。甲子園さんこんばんは。きゅうまさんこんばんは。今日も元気に。はやきさんこんばんは。ふなゆきかな。まいせんさんこんばんは。一日一回高尾さんが。みんじんさん、斉藤さんこんばんは。みりあちゃんが夢出てきた。そうなの、どんな話しました。斉藤さんかわいい、ありがとう。安部さんこんばんは。だるさんお疲れ、ありがとう。ともっちさんかわいい、ありがとう。昨日さやのルームでかわいい投げちゃった投げちゃった。駒田さんに投げようと思ってちょっと課金してたんですよ。で1個68ぐらい残ってたから、あれがだからかわいいを投げちゃった、さやに。トントロ美味しい。焼肉キングとチクリン、チクリンで初めて食べたんですよ。チクリンって長崎だけかな。どうですか。若もさん疲れんこん。中健さんこんばんは。自主練習カレーありがとう。ああ頑張ります。ちょっと昨日より成長が見られました。あ、テロップ書かなきゃ。何書こう。豆腐そうめん、カズさん、アキサトさん、コナンさんこんばんは。マリーナさん、サソリの尻尾、え、食べてたんですか。サンちゃん、ハートありがとう。シロクマさんこんばんは、お久しぶりかな。ミヤビさんこんばんは。ハート100個ありがとう。サンちゃん、え、前髪変ですか。え、なんか何前髪てんてんてんって。
なんか点点点って言うなら書いてほしい。ライカさん、山崎さん、こんばんは。安兵衛さん、お疲れ、スタンプありがとう。リトルチャートリは今日ちょっとお昼ご飯食べながらちょっとだけ見ました。でもちょっともう全部ね、自主練に、もう一日のほとんどを練習で使ってるから、練習か睡眠かご飯かって感じ。夢に P さん出てきた、いいなぁ。私全然出てこない、最近夢覚えてないんですよ。もう起きて、もう起きたら朝ごはん食べる、朝ごはんのことしか考えてない。今日はね、何食べたか、今日は早めに夜ご飯を食べたんですよ。めっちゃ食べちゃった。魚肉ソーセージともずくと、何だったっけ、めっちゃ食べたんよね。ミニトマト、豆腐、キムチ、ハイハインを5個、あとね、何食べた、野菜炒め、シシャモ5匹。いけない恋、いやー、禁断の恋。レイカちゃんのものはね、どんな感じでした？見たかも。ちょっと多分そのモノマネが終わった直後につけた、そしたらコメント欄に書いてあった。チクリン、え、長浜ねるさん、目覚ましじゃんけん出るんや。つとぽんさん、クマありがとうございます。チクリン、え、そうなの、ゲーマーさんにいるの、初めて知った。頑張るぞ。オンライントーク会ね、寝落ちたらごめんなさいって。ぐっすり寝てください。安眠、安眠っていうの、睡眠、何、ぐっすり寝ることって なんていうの、熟睡。ナーブさん、ポッポさん、こんばんは。高崎あやりこち、そうなんやん、お久しぶり、元気だった？500円焼肉。しのっちさん、こんばんは。切ったんかな、あ、切った。お、え、パセリのことめっちゃ見てるじゃん。そう、ザラメさんです。スペシャルゲスト、スペゲス、ショートに、ショートでした。私ずっと中高、中高ショートカットだったよ。大晦日何してる？紅白歌合戦に出てたらいいですよ。おばあちゃんとかにさ、見てほしいもん。ピースケーさん、かわいい、ありがとう。毎日かわいい、ありがとう。パセリコチ、パセリコチをこれからもよろしくお願いします。そう、先輩とね、なかなか喋る機会ないんですよ。なんかさ、会ったりしてもさ、なんか話しかけていいタイミングって難しくないですか？あと私さ、あの動画見せるって言ったじゃないですか、見せたい動画があるってコメントしたって言ってたじゃないですか、配信、先輩の配信で。でもその兼任されてるから、なんか話しかけていいものかっていう葛藤がある。話しかけるタイミング今なのか、公演が終わるまで待ってから話しそうかって。キーさん、こんばんは、お久しぶりです。夢は見ない方がいいの？眠そう。そうよ、眠たいんよ。もう最近はもう7時とかに目が覚めるんですよ。
明日はちょっと美容院に行くから、その後また自主練してスーパー行って、また夜自主練して、ただいま成長中。ピンマイクのチューズ明日届く。早っ。青汁飲んでます。続けてる。こっちない方がいい、こうした方がいいかな。あいて、肘打った。食った。1日3食か、いや4食ぐらい。朝起きて食べて、昼前に食べて、昼過ぎに食べて、夕方食べてる。なんかレッスン前とか自主練前とかに食べないとさ、倒れたら困るなと思って食べちゃうんですよ。それでもお腹は空いてる。あ、コメント読むの私遅いね。ヤギさんこんばんは。ひよちさんこんばんは。かわいい子と結婚するよね。ひよちさん半束2個ありがとう。海坂さんこんばんは。お疲れ様。快眠か安眠は違うか。永眠。認知してもらいたい。ショールーム上ではもう覚えたから、早く握手会とかでお会いできたらいいですね。ショート見て見てるで。おやすみ。ゆっくり休んでね。寝坊せんようにしてね。上田スポーツさんこんばんは。あやパセリ、パセリこっち。小賀さんこんばんは。キミさんこんばんは。ホストさんこんばんは。そう104日。なんかさ、あのハラハラしませんでした？今日配信あるんかなみたいな。大丈夫？おはようございますって言ってから話しかけるの？おはようございます、動画見てくださいって言うんですか？そんな勇気はないよ。駆け引きはしてない。そう、名前出さないって決めたから、ちょっと今日は守れてる。通じてます、私の話。ストポンさん朝顔ありがとうございます。ライダースポーツさんバラありがとう。ハートもありがとう。ねえ前髪ね、ボサボサないよ。ボサボサ。ミキミキさんこんばんは。としろさん夏いね2個ありがとうございます。あ、携帯ショップは行きました。結局予約して、エキリカとスーパー。私しばらくは野菜だけ食べて、野菜とお肉しか食べないって決めたから、惣菜とアイス買っちゃいそうだからいかん。サラちゃん千穂さんと話してる。え、そうなんですか？話すんや。そうなんや。あ、そうですね、対戦しましたね朝7時台に。パセリのカード新しくなってましたね。ねえ前髪。打った食ったっていうのは打ったってこと。美容院では私は会社員かな。ダンス見てください。まだ見せれるレベルじゃないんですよ。困った。6時台にレイカちゃん退治した。早起きだね。オールかな。でも公演昨日終わったから早起きしたのかな。ピンマイカー。トトポンさん暑いのありがとう。お久しぶりでごめんね。謝ることじゃない。来てくれてありがとう。サヤとレイカちゃん対戦した。仲良しやん。たまたまかな。そう、門脇さんの
あのダンサーさんはダンスの先生です。です、めっちゃ上手でしたよね。愛子ちゃんもショートだった。野崎のどんなとこ、バスケの試合でよく名前聞いてたけど行ったことないです。トシさんこんばんは。ジロクハートありがとうございます。ハート100個。キングさんお久しぶり。焼肉にね今日行きたいってずっと話したんですよなんかキングさんの名前呼ぶときいつも焼肉の話しちゃう。焼肉キング、リコちゃんとミリアちゃんとさ焼肉行きたいって言って話したんですよ。後ろからハグしちゃいなよこうやって殴られさ、こうやってパセリの顔ここにあったらこうやって、大丈夫だった？あ、そっか、メール送ったもんね。今日のチョロゲ、え、なんかね今日いい感じなんよ前髪。あげたら終わる。ストポンス花束ありがとう。爆睡してないよ。練習してお風呂入って配信をしました。レインボーさんハートありがとう。生活の一部、わかります。機種変してないよ。2月ぐらいにしました。買ったばっかり。まだテラケンさんこんばんはドキドキ。やってカード変えたみたいなツイートしてませんでした？それ見た。メールの返信かパセリの名前かでしてなかったっけ。テルイさんこんばんは。また明日。おやすみ。たまたまなんや。パセリもたまたまメンバーと当たりたいな。まだ先輩とも全然当たれてない。ユミリンさんとも全然当たってないんですよ。一回も当たってない。 みんなさ、メンバーとかファンの方とか滝野さんと当たったって聞くけど。ストポンさんハートありがとう。タレパンさんひーくんこんばんは。サヤカリンね LINE しました。サヤカリンの表情とかすごい勉強になりましたって送った。ふうさん、しゅうへいさんこんばんは。お、タコが飛んできたぞ。しんちゃんさんハートありがとう。あるメンバーがパセリとコラボした。誰？リコチ？ドラゴンハラミ食べたことない。岡山のおかぴーさんこんばんは。しんちゃんさんハート100個ありがとう。うん、なんか白米めっちゃ食べちゃうから、なんか最近さ、うなずくときにさ目つぶっちゃう白米食べちゃうんですよめっちゃ。だからなんか山中で食べるようにしました最近は。みーたん DD と思われとんやけど、パセリは思ってますよ DD ってそう、イレブン今パセリが一番見に行く配信はあやぱんです。ふくちゃんタコ10個ありがとう。イエイイエイ。白うさぎさんこんばんは。はやとさんこんばんは。いつか対戦しましょう。しょうしょうさんこんばんは。サンチュは焼肉屋で食べ放題で食べるけど普段は食べない。なんか見かけない全然。普段はねレタスをサンチュ代わりにしてます。待ってもう時間がないじゃんね。さやかりん褒められとったよね。れいかちゃんのさパフォーマンスも褒めててメールで書いてあって、れいかちゃんに伝えたもん。私も思いました。れいかちゃんの表情とか仕草とか、れいかちゃんに
言ったら嬉しいってきた。頑張ろう。ピヨコさん、夏いな、おとさん、こんばんは。夏いな、ありがとう。パクチーは食べれん。サイの好きな人聞いてないまだね。カメラアピールうまかった。なんかね、カメラが、カメラ見た時絶対ついてないんですよ、赤ランプが。違うカメラの方にいる時に逆のカメラがついてるから困った。タイミングが難しい。だってカメラ見てついてなかったらさ、カメラマンさんしかさ見てないんですよ。カメラマンさんにレスすることになっちゃう。ゆうくん、ハートありがとうございます。ねえ、りねちゃん今日ね見てた、ちょっとだけ。そう、カメラ探すのすごい。もぐらたたきより難しそう。パセリもぐらたたきもできんからもうダメだ。もぐらたたきの画像見ました？何バインセヨって。あいこちゃんお腹なってた。多分みんな我慢してるんですよ、公演に向けて。パセも我慢してるもん。でも全然足とかね減らんくて困ってる。タムとサコちゃんもしてたね今日、見れなかった。でもタッキュンこんばんは。パフォーマンスはなんか最近はちょっとね、なんだろう、振りが雑って言われるんですよ、ダンスの先生に。こうガツガツ、わかりますか、ランランランとかビンゴとかで、もも上げ結構頑張ったりしてたけど、リズムの取り方が雑って言われるから、最近はしなやかに踊ることを意識してるんです。だからそういうとこも見てほしいな。何やるかは言えないけど、うん、サヤンのルームで可愛いって投げたギフト。うん、今日エアパレスリーサンドしか食べない。やばやばいですよそれは。栄養とって。ワニワニパニック、あれゲーセンのやつ、 SKE の、ああの方かな。でも体重はそんな、私そんなあれなんですよ、元が痩せすぎてたから増えたってだけで、そんなあれないよ。あのね、顔丸いなと思うかもしれんけど、多分実物と配信の顔とまた違うから。多分11キロ減らしたら多分もう病院入院しなきゃいけなくなっちゃう。一生懸命パフォーマンスします。アンニョムスポーティージーさん、尾崎マイクは言われない。マイクを持ってレッスンとかしないからかも、公演がないからね。2月から公演ないから、レッスンの時はこうやって手でこうやってやってるか、髪を丸めてこうやって持つか。50分か、寂しい、速攻寝よ。大阪のひろしさんこんばんは。コラボ配信お疲れ様でした、ありがとうございました。また次は違うメンバーとコラボします。推しメンで栄養とってる、確かに。音はしてないよ、なんでだろう。サヤと骨格似てない、全然びっくりしますよ。あの生見たら体格違う、全然骨が太いらしいです。私ダンスの先生に言われた、尾崎は骨が太いねって。
ツブツ可愛かった。栄養は大事。バンドはエイジ。最高そんなに。私最高。最高メールでこの間前送りましたよね。明日は何時になるか分かんない。シアさんとうとうありがとう。サプリメント取ってます。あのビタミンと亜鉛と鉄分取ってる。あとあれ青汁も飲んでる。骨が太いらしい。ギャグひどい。亜鉛は味覚にいいらしい。あとなんかベロの汚れがたまりにくいらしいですよ。おすすめ。JPN46 さんこんばんは。たけしさんバラありがとうございます。亜鉛ポニテの予約した。今日ゆなちゃんじゃなんか誰に言ったっけ、ミリアちゃんとリコチに言ったポニテするって。ちょっとうちもしよっかなって言っててさ、みんなポニテになるかも。困った。紫さんこんばんは。取りすぎ？私貧血だから鉄分2個ですよ。サプリ鉄分とビタミンが一緒になってるやつと亜鉛のやつだけだよ。なんかいろいろ飲んでない。そんなに飲みたいやつはあるんですけど、なんか頼み方が分からんのよね。亜鉛でピエン。こらこらピエン。大吉さんハートありがとう。トリックさんこんばんは。コラボ先輩とコラボ。ポニマイカー、かわいい。ポニマイカー。レバー、レバーどこに売っとる、売ってます、スーパー。青さん到底ありがとう。大吉さんハート100個ありがとう。もう終わる、何分。そう、鉄分とビタミン一緒のやつ、なんだっけ、なんていうメーカーだっけ。アマゾンで売ってます。安いよ、アマゾンで買ったら割引されてる。え、私も飲んでる？お揃いじゃん。55分か、寂しい。肉屋か。あ、ディアナチュラ、そう、ピンクじゃない、オレンジのやつ。あくびが出ちゃう。じゃあアマゾンでポニテは売ってない。ポニテするねとか言ってポニーテールじゃなかったらごめんなさい。キングさんだるまありがとう。あくび出そうだったからファーって言ってごまかしたから出てないよ。大丈夫、出てない。またね。あ、ランキングを読んどこう先に。では13位コウジさん、12位ウルフさん、11位マフェリアスさん、10位トシロウさん、9位しんちゃんさん、8位さんちゃん、7位ジロくん、6位ツトポンさん、5位ペルーサさん、4位チョコラブさん、3位秋里さん、2位芋太郎さん、1位福ちゃん、ありがとうございます。キングさんハートありがとう。書いてないけど、あ、長野セリカさんみたいに、誰だったっけ、カイニアさん、誰だったっけ。なんかちょっともう眠すぎて
何話してるか分かんなくなってきた。うん、おやすみなさい。スケモンさんバラありがとう、頑張ります。うん、子供みたい。おやすみ。先輩と話せるようにタイミングちょっと見計らってみますね。おやすみ。まだ何分かある？布団で寝る。もう布団に入る速攻で。あ、キサトさん夏いね、ありがとう。あぶささんこんばんは。おつこじ、おつこじです。こじちゃん元気かな。あ、あやぱんに会いたい。あやぱん、おやすみなさーやん。バイバイ。お疲れ様です。まだ？あと1分？何話そう？明日握手会動画撮る。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。あと30秒。バイバイ。おやすみ。明日一緒にパセリの種まきしようね。おやすみなさい。バイバイ。長いね。